皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが9月17日に配信した火曜日恒例の予言の7回目をご紹介します。2024年9月17日の予言。ジュリアン・アサンジ氏はとても警戒をしておくべきで、そのことは以前にもお伝えしましたが、今朝またその予言が降りてきました。彼はもしかしたらもうすぐ終わりを迎えるかもしれません。それは自然な死を装うと思いますが、決してそうではありません。ヒラリーは未だに彼とその家族を地獄に落としたいと思っています。彼女は軽薄で邪悪な魔女なのです。今年の初めに誰かが毒を盛られると予言しました。それは2024年の世界予言だったと思いますが、もちろんトランプ氏は食べ物や飲み物にとても気を使っているでしょう。ですがプーチンはもっと気を使っています。誰かがすでに彼の組織の内部にいて、 CIA が彼の側近の中に浸透しています。内部の人たちについて今脳裏に浮かんだものがあります。フロリダでトランプ氏を暗殺しようとした男ですが、彼がそこで一晩過ごしただけでなく、それ以上に大きな疑問はどうしてトランプ氏がそこにいることが分かったのでしょうか。彼がそこにいることは誰にも知らされていませんでした。彼があの場所でゴルフをすると決めたのは直前のことだったと思います。では彼の組織の中にいる誰がその情報を漏らしたのでしょうか。彼は誰と一緒に過ごすべきか考える時に来たのだと思います。そのことは彼が以前大統領だった時からお伝えしています。そして何が起こったのか見返す必要があり、それこそ彼が今すべきなのです。彼は護衛する警備兵をすぐにでも雇う必要があるでしょう。シークレットサービスを増やすべきなのです。プーチンの話題に戻りますが、彼はすでに浸透工作を受けていて、もうすでに彼を狙う計画は立てられています。大きな囲みテーブルで会見場のような場所ですが、誰かが彼の飲み物に薬物を入れます。ですが彼はすぐにはその飲み物を飲もうとしません。彼がその飲み物を口にした時、テーブル上にあるものが壊れますが、それらの出来事がとても短い間に起こるでしょう。闇側はその出来事は心臓発作だったと言いたいのです。ですがそのようなことをすると長期的に悪い結果になるとスピリットは言っています。とにかく闇側はトランプ氏を陥れようとします。多くの有名人が逮捕され駆られると予言してきましたし、実際2025年にそうなる予感がします。去年もトランプ氏や有名な政治家が逮捕されると予言しました。逮捕される人もいれば、司法を使い自分に有利に持っていく人も出るともお伝えしました。政治家や有名人も逮捕されますが、実際にショーン・コムズが週末に逮捕され、またニューヨークの元副知事が中国と内通していた罪で逮捕されました。スピリットによればそれは疑いようのないことだそうです。ですがここで私たちは我が国がどれだけ中国のような外国によって侵食されているか再認識しなければなりません。特に中国です。ショーン・コムズについてはとても多くの闇があり、エプスタイン一味とも交流がありました。スピリットによれば彼はエプスタイン本人というよりはその一味と関係があったそうです。今エプスタインは保護されていますが、ほどなく解放されます。彼が逮捕されたお話の詳細はわかりませんが、どうして彼が逮捕されたのか手短にお話ししましょう。彼はすべての捜査が終わってから逮捕されたのではありません。彼は FBI に家宅捜索されましたが、別に理由もなく逮捕できます。スピリットによれば彼は命の危機にさらされていたそうです。彼の首に縄がかけられているのが見え、彼は自分でそうするのですが、それはエプスタインにも使われた手法です。ショーン・コムズもそうなる可能性はとても高く、そのような形で彼が排除される危険性が高まったのです。それはエプスタインと似ています。とても多くの有名人がショーン・コムズと共に逮捕されるのです。そのようなビジョンをスピリットは見せてくれました。
そのような出来事が実際に10月に現実になるかもしれません。また油田火災も盛り上がる可能性があります。これからさらに多くの出来事や事故が油田やガスパイプライン、そして石油精製所で起こりますが、実際は事故ではないでしょう。大規模なパイプラインの爆発があり、今まで警告していたテキサスで起きてしまいました。また中東でも同様のことがあるでしょう。数ヶ月前に見た大規模な石油パイプラインの爆発の予言を思い出しましたが、それが先週テキサスで起きてしまいました。大災害が住宅街で火災となって発生し、以前砂漠の嵐作戦のような大爆発が見えたことをお伝えしました。あの当時はサダム・フセインが火をつけたと報道されていましたが、事実はまだわかっていません。今回の火災はイラクのように油田全体ではなく一つのリグだけでしたが、これらの火災はとても似ているように思えました。また両方とも住宅街に火災が広がりました。本当にものすごい火災で全てを焼き尽くした後、パイプラインは事故のため閉鎖されます。そのビジョンだけでなく現実になるであろうお話があります。グローバリストたちは嘘で塗り固められたクリーンエネルギー政策を推し進めていますが、それは単に金持ちがもっと儲ける機会を作っただけでした。そして私たちをさらに奴隷化したのです。これからもっと多くの出来事が起こりますが、特に戦争について石油のパイプラインや精製所が大きなターゲットになります。過激派がアメリカのパイプラインに工作を仕掛けます。それはどこか森の中だと思います。これらの工作をする賢くない人たちについて疑問に思うのは、これらの災害は本当に環境問題なのでしょうか。スピリットによれば、今起きている災害は環境問題だけが原因なのではなく、闇側の進める計画にも原因があるそうです。後先考えず石油施設を破壊するのは環境のためではなく、また人々の健康のためでもありません。グローバリストは全く私たちの健康なんて考えておらず、また心配もしていません。またそれとは別に、これから見るであろう出来事は冬場に記録的な火災が起こることです。その大部分は住宅やアパートなどの建物で、多くの場合電気やその他の暖房器具の誤った使い方によるものです。多くのそのような火災は電動の暖房機器によるものです。ある暖房機器は複数の火災によりリコールされ、それを製造した会社は集団訴訟で訴えられます。それらの会社は全て同じメーカーの系列です。冬が始まり寒くなりだしたら暖房を使う時に注意してください。それが火災を引き起こすかもしれません。ストーブのそばには消火器を置いてください。私の家ではいつもストーブの横に置いてあります。これこそ台所で火災が起きたら真っ先に必要なものなのです。家が無事であっても台所が燃えてしまっては元も子もありません。消火器は常備しておきましょう。どうか一つのコンセントにいくつもの電子機器をつながないでください。本日のまとめとして、また多くの予言をスピリットから受け取っています。近いうちに配信できれば幸いです。また私の誕生日には数日間お休みをいただき、電源プラグを抜こうと思っています。その前に2つの話題について触れたいと思います。皆様から私の誕生日についてのお便りをいただき、誠にありがとうございます。また近いうちにお会いしましょう。人生を祝福し、他人に親切に接してください。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。皆様の人生は明るく輝きます。どうか残りの日を有意義に過ごしてください。ナマステ。大いなる愛とともに。いかがでしょうか。今回はアメリカがいろいろあったので、アメリカの話題ばかりでしたね。もう日本人はトランプさんにはあまり興味がないようです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、
気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。